ロシア国内がどんどんひどくなっていきます。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、ロシアのインフラが大崩壊、航空機も高速鉄道も最新兵器も終了へ、をお送りします。ロシアはもう完全な終わりを迎えるしかない。欧米や日本などの西側諸国の経済制裁強化により、ロシアのダメージがどんどん大きくなっています。プーチン大統領は強気の姿勢を崩していませんが、航空機や高速鉄道などのインフラが部品の枯渇で途絶する可能性が高まっています。ウクライナ侵攻でロシア軍は極超音速ミサイルや攻撃型ドローンなどの最新兵器を投入するとアピールしていましたが、実際に効果を発揮したものはなきに等しいのです。これには半導体を中心とした部品不足が影響しています。レーザー兵器やミサイルもそうですが、ロシア軍は兵器の心臓部に組み込む半導体を欧米に依存してきました。それが経済制裁で入手できなくなり、製造やメンテナンスが困難になっています。そのためさらに最新兵器の使用はどんどん減っていきそうです。戦車にしても新しいタイプはウクライナ軍との戦闘でほとんどが失われました。そのため現在ロシア軍は約50年前に製造された T-62 戦車を配備するしかなくなっています。また精密誘導弾の備蓄も枯渇しているようです。ロシア軍の装備は旧式兵器が中心になっていくしかありません。精度や信頼性の低い兵器を使用して勝てるほど西側の支援を受けているウクライナ軍は弱くありません。ロシアの軍事侵攻は敗北に終わる可能性が高まっています。プーチン政権の終了が近づいてきているのです。そんな中、ついに EU はロシア産石油の輸入を禁止することで合意しました。年内に 90% の輸入が停止される見込みで、これはプーチン政権に対するとどめの一撃になりかねません。さらに米国のブルームバーグは、ロシア航空大手アエロフロートグループが保有する350機以上の航空機について部品不足が迫っていると報じました。これらの大半は欧州のエアバス社製か米国のボーイング社製です。そのため欧米の制裁が続けば、ロシアはこれらの航空機を修繕することができなくなります。また米国商務省は先月、アエロフロートなど航空最大手3社に部品やサービスの提供を禁止する制裁を発表しました。ロシアの経済誌コメルサントは、この制裁により2025年までにロシアの航空機の半分以上がクズ鉄になると報じています。筑波大名誉教授の中村氏は、国土が東西に約1万キロに及ぶロシアで国内便は重要だ。しかし西側による制裁で定期的に交換が必要な部品が調達できていない。事故や墜落の危険性が高まっていると指摘しています。ロシア版新幹線と言われている高速鉄道サプサンなどの鉄道インフラも終わっていくようです。ドイツの産業システム大手のシーメンスは12日、ロシア事業からの撤退を発表しました。これはロシアの鉄道サービスの保守事業全体に大きな悪影響を及ぼします。高速鉄道サプサンはプーチン大統領の肝入りでモスクワ・サンクトペテルブルク間を開通させたもの。しかしその部品の大半はシーメンス社製です。航空機インフラと合わせ鉄道インフラも途絶するわけですね。ロシア国内の重要な移動インフラが失われるのですから、ロシア国内の人流や物流も滞り、経済も死滅するしかなくなります。プーチン大統領は西側による制裁は失敗するとし、ロシア国内企業はすでに成熟しており、たやすくその後釜に座ることができると強気な姿勢を崩していません。しかし、プーチン大統領が自信満々に話すときは焦りの裏返しです。ロシア国民の動揺を抑える演出として捉えて間違いないでしょう。欧米はロシアの重工業や軍事産業の枯渇を見据え、ウクライナに最新兵器を供与して反転攻勢の流れに持っていっています。ハイテク産業などの技術革新にプーチン政権は失敗しました。資源頼みから脱却できず、しかもその資源さえ西側から輸入を禁止され、
もう完全な終わりを迎えるしかないのです。これらのニュースには、日本の人たちから多くの声が寄せられています。その一部をご紹介します。日本の反応。6月でほぼ全てに決着がつくだろう。ロシア国内では、経済制裁の影響が一般市民にまで及び、西側の補給により増強されたウクライナ軍がロシア軍を駆逐している。プーチンは核兵器による脅迫で停戦交渉をしようとするが、ウクライナはロシア軍を追い出すまで戦い続けるだろう。ロシアの戦闘能力は低下している。戦車で敵の背後に回り込むような攻撃はもうできない状態だ。ただ、拠点に兵を配置して停戦交渉の行方を見守るだけになる。もしかしたらプーチンは突然辞任するかもしれないな。徐々に経済封鎖がボディーブローのように効いてきた様子。このまま継続してロシアが崩壊する前に、ロシア国民は打倒プーチン政権を旗印に立ち上がってほしい。アメリカがウクライナに長距離ミサイルをロシア国内に撃ち込まないことを条件に提供するようだ。これでウクライナ側の戦線状況が好転したら、プーチン失脚も近くなると思う。ロシアの一方的な侵略紛争を長引かせてはいけない。これが希望の明かりとなるよう祈りたい。打倒プーチンにロシア国民が立ち上がらなくてもいいんだよ。ロシアはこのまま戦争を継続して、若い兵隊ができれば数十万人以上亡くなって、ロシア軍が再起不能となってもらいたい。国内産業がボロボロになって、ミサイルもロケットも原子力潜水艦もスホーイもミグも戦闘機を作ることを禁止してもらいたい。そしてウクライナへの戦後の莫大な保証もすべきだ。そしてかつてのドイツのように敗戦国として莫大な保証を100年間にわたってすべき。日本もロシアが降伏したら北方四島を不正占拠から解放し奪還するべし。占拠している住民も叩き出さなければならない。いくらプーチンが強がって資源がある、農産物も取れるといったところで、原油が取れても発電ができても生成設備や送電設備がまともに動かなければ意味がない。経済制裁は武力と違い即座に威力を発揮するわけではないけど、どこかの誰かの支援がない限り確実に効果を発揮する。しかも兵士たちだけでなく国民、国土全体に。ロシア企業にはボーイング、エアバス、シーメンスの穴は埋められない。半導体設計ソフトウェア、半導体製造装置、半導体材料は西側が独占しているので、これも無理。さらに高精度の工作機械も西側が独占しているからな。終わりだよプーチン。ロシア国内の移動は相当難しくなってきますね。鉄道、航空機がまともに動かないのではどうしようもない。物資の移動が困難になると必要なところに物が届かない、もしくは相当遅れる。世界もロシアへの投資はせず、本当にロシア国民はこの事態を認識しているのか、それらが実態として現れてきたとき何が起こるのか。まあロシア人はプロパガンダに弱いからな。まだまだプーチンの支持率は高いみたいだし、国がどうしようもなくめちゃくちゃになってからだろう、真実に気づくのは。昔の日本国民のように。ロシアの没落はもう始まっていると思う。強権独裁国家にありがちな先軍政治で、軍事力強化に特化し自前の工業力の強化を怠ってきたツケがあらわになってきた。エネルギーや食料は自前で調達できるとしても、原油やガスの掘削が西側の機械頼りでは、先々の安定生産はおぼつかないだろうし、もうすでにドローンやミサイルに積んでる半導体が冷蔵庫から外したものだったという報道もある。戦車も航空機も部品の共食いのようだから、こうした消耗戦を長く続けるのは難しいだろう。当面の目標、ウクライナの東部地域を占領したら、勝利宣言して手仕舞いの方向性を探るんじゃないかな。半導体だってなくなってるしね。インドが武器を作ってるって噂だけど、そもそもの半導体が世界中で足りないわけだし、部品は自分たちの国優先だよね。ロシアはそのうちテレビもなくなる。今までのように洗脳する手段すらなくなっていく。部品がなくなれば、ガスも水道も信号機も携帯も車も壊れたら終わり。
エネルギーがあっても供給する機械が壊れたら終わり。なんか映画みたいな終わり方だね。世界経済を舐めちゃダメだということだ。もう早いか遅いかだけで最終的にはロシアの命運は尽きるだろう。航空機などの部品や半導体が入ってこないんだから。石油や天然ガスは割安にして中国やインドに買ってもらっているが、足りないものを手に入れる方法はない。中国もロシアに味方したら自国へも制裁されかねないので傍観するだけだろう。そういえば戦前の日本も石油をアメリカに依存しながら真珠湾へ行ってしまったからな。軍人とか KGB は経済が目に入らないのか。それで戦争に突入するんだから、政治指導者というのは恐ろしい。偉大なる祖国に舞い上がってしまって止める人がいなかったのか。独裁は絶対に悪だな。ロシア国内で反乱、暴動、クーデターが起こる。実質的にすでにロシアは国家デフォルト状態に陥っています。多くの海外企業が撤退し、貿易も閉ざされ、国内インフラも崩壊して商売が成立しなくなっていくと考えられています。こうなればロシアの経済はどん底に落ち込んでいくしかありません。しかも米国がOPECに石油の増産を促していますから、ロシア産の石油の値段は暴落するでしょう。年内には EU もロシア産のエネルギー購入から撤退します。ロシアは莫大な戦費もあり、ソ連が崩壊した時のような悲惨な経済水準に戻ります。若者たちはそんな生活に耐えられず、不満による反発が起こっていくはずです。クーデターが起こる可能性は高いと言えるでしょう。ウクライナがそれまで耐えられるかが鍵になりそうです。あなたはロシアのインフラが崩壊することについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。